詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。おはようございます、こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらんにお話ししていくチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日から、10月の配信になりますけれども、いやー今日10月2日の月曜の朝なんですけれども、こんな日がもうほんとずっと続いてほしいなっていう、そう、朝は程よく寒くて毛布が気持ちいい感じで、空は綺麗に晴れていて、空気が乾燥していて、本当にいや僕はもうこの時期が最高ですね。もう本当に暑くもなく寒くもなくこの時期がずっと続いてほしいなということで、今日はいつにも増してだいぶ、そう昨日もたくさん久しぶりにちゃんと眠れたんですね、いやだいぶ今日は気分がいい日ですね、そう、あとは、そう、おとといですかね。おととい娘がちゃんと立ちました。1歳半ぐらいです。いや、1歳半で 1ヶ月ぐらいですか。あ、ようやく、そう、椅子に座ったところから、ヒュッて立ち上がって、1、2秒経って、ストンと落ちる感じなんですけど、それを3、4回繰り返してくれたんで、娘が立ちました。いやー、嬉しいですね。本当にもう、ニコニコしてるんですけれども。ということで、今日も元気にやっていきたいと思います。今日はですね、ちょっと新しい企画をやろうと思っています。先週も少しお話ししたんですけれども、一つの吟をですね、その吟じ方について、丁寧にポイントを解説していくというのをですね、ちょっとやりたいかなと思っております。きっかけはですね、こちら。音声配信のスタンド FM の方でもこちら詩吟チャンネル配信してるんですけど、そちらでレターをいただきました。ちょっと読ませていただくと、詩吟歴3ヶ月の、50代の男性ですと、日本の伝統芸能を大切にしたいという思いが強くて、近くに詩吟の先生がいらしたので、詩吟を始める、ことにしました。機会をいただきましたと。で、過去にですね、そう、大南光とか白山とか家計に寄せてとか、私のこの、詩吟チャンネルの吟影をですね、スマホでダウンロードして練習してやったらまだ Q がないのに大会に推薦されたということで、いやそんな進み方があるもんだというと、今風の今の時代の詩吟の練習の仕方なんですけど、からめちゃくちゃ嬉しいですね。ありがとうございます。そして、今回ですね、その大会に推薦されて、今日やる吟なんですけれども、源氏の安政に使いするを送る、こちらを大会でやることになりましたということで、こちらをリクエストさせてください。年明けの大会までにレベルアップをしたいですということです。ということでですね、そう。今後もなんかやりたいなとはちょっと頭の中でふわっと思っていたんですけれど、そう、このメッセージいただいて、あ、これはちゃんと改めてやろうということで、今回、この企画としての記念すべき1回ということで、源氏の安政に使いするを送る大井の詩文ですね、こちらを丁寧に解説して、いきたいと思います。本数がですね、どうしようかな。男性であれば2本ぐらいのがやりやすいような気はするんですけど、ただ過去の僕の吟をやったというのであれば多分3本ぐらいな気がするんですよね。これは悩ましいとこですね。今日は3本にしようかな。ということで、早速ですね、まず詩文を読んで、内容を読んで吟ずると、でその後に、解説をしていって、もう一度吟ずるという形で、やってみようかなと思います。ではまず、詩文からですね。源氏の安政に使いするを送る大井。異常の長雨渓人を潤す、各社清々流色新たなり、君に進むさらに尽くせ一杯の酒を、西の方洋館をいずれば個人なからん。ではどういった内容かですね、異常の朝の雨は土ぼこりをしっとりと濡らし、旅館の青い瓦の色も美しく、静かに枝を垂れている柳も鮮やかである。さあ君、もう一杯干したまえ。これから君が西の方へ出発して洋館を出たら、もうこのように気楽に飲み合える友人もいないのだ、という、もうこれもとても有名な詩文ですね。ちょっと今回はシンプルに、なんか本当は若干繰り返したりあったりするんですけども、シンプルな形でいこうと思います。あとは
まあそうですね、僕もこの詩をめちゃくちゃやり込んでるかっていうとそういうわけではないんですけれども、まあ本当に今からこの議員を始めるにあたって、やはりこういったところが特に、まあ、肝だなというところをですね、お伝えしていきたいと思います。僕の議員がもうなんか先生方が議員する模範議員かと言われるとそうではないんですけれども、まあ70点80点ぐらいのそんな風に、扱っていただければ嬉しいです。では、うん、ちゃんとそう参考にされるっていうんであれば、ちょっと本数もちゃんとした方がいいと思うんで、今日はですね、うん、3本でやりたいと思います。うん。源氏の安政に使いするを送る王位以上の超本数は大丈夫ですね。音程も下がってない。うん、よかったよかった。という、ことなんですけれども、では早速ですね、これのポイントをお話ししていきたいと思います。ざっくりと言うとですね、キク、ショーク、この異常の潮流から流色新たなり、ここまでがですね、情景描写。なんですよね、本当にしっとりとした本当に静けさのあるような、うん、自然が美しいというか、別にある意味、まあ、日常的な光景なんですけれども、懐かしさというか切なさを感じるようなそういう一つ一つの情景描写なんですね、そこが淡々と進んでいって、一番のポイントはこの天空ですね。天空の中のこの君に進むさらに尽くせ、この前半が淡々としていたんですけども、ここで急に天空でですね畳みかけてくるんですよ。君に進むさらに尽くせなんですよ。ここが肝なんですね。で、ここで結構勢いを止めずに、感情を爆発っていうとちょっとやりすぎなんですけれども、ここで気持ちを高ぶらせて、やりきるというところですね。そこでやりきった後は緩急強弱の Q が来た後は勘ですね、ちゃんとこの洋館をいずれば個人なからん、このあたりは本当に寂しいんだよというですね、そういう気持ちが入ってくるという、これが全体の流れになるかと思います。ということで、あとさらに細かく言っていくんですけれども、まず現代作者ですね、源氏の安政に使いするを送る、使いするを送る、源氏の安政に、詩文が長いんでですね、これを源氏の安政に使いするを送る多いとか言ってバーッとやると、やはり丁寧さがなくなってしまいますし、この詩文の前半が本当に結構丁寧にやらないといけないところなので、そこの丁寧さに、自然に入るようにですね、この現代作者の方も丁寧にやった方が良いかと思います。かつ多いですね、多いっていうのはこれ本当に
口をはっきりやらないと、おーい、おーいとかでですね、こんな感じになってしまうので、一音一音取るような意識で丁寧にしないと、いけないかなと思います。なので、人大作者は、走らないようにですね、源氏の安政に使いするを送る、おーい、という、異常の、という、こういう流れに入ってきます。そして、冒頭の、この、キクの方に入ってきますけれども、まあ、異常の長雨、まあ、アクセントですね。アクセントを本当に丁寧にやる形です。異常の、異常の長雨、異常の、というふうに入るとちょっと違うんですよ。勢いに任せるのではなくて、勢いを極力制限して、ブレーキをかけつつ、この一音一音、特にまあ一音目、二音目、この変化を丁寧に丁寧に表現するというのは、この前半のやるべきところです。なので、異常の、と、序でしっかり上がってるんですね。おー、超うの超ですね。で、超うって結構消えがちなので、超うと、あえて意識して、出し直してる感じになります。軽人もですね、二音目を雑にしがちなので、軽人を、うるおす、これ、舌を明確に動かさないと、うるおすーとかですね、雑になってしまうので、うるおすー、各社ですね。だいぶ僕丁寧にやってるんです。せいせい、これも、別に、せいせいしたとかですね、そういう気持ちではなくて、青々とした美しさなんで、せいせいを丁寧にやることで、この美しさが出てくるかなと思います。流色。まあ、あえて見せ場があるとしたら、この流色ですね。柳の色。これが本当に流れるような美しい光景、表現になるので、まあ、ここでちょっと、さらーっと、最初がタン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 と丁寧に来たので、途中でこのさらーっとした美しさを、まあ、ちょっと入れてもいいかなと。ただ、ここで思いっきり、たっぷりやるわけじゃないですね。流色。新たなり、本当にもう丁寧にという形になります。で、一番ポイントとなる、天空ですね。君に進む、さらに尽くせ。まずはですね、音が下がらないように、するということ。君に進む、さらに尽くせ。本当に落ち着かないんですよね。下に落ちることなく、ずっと高いままをキープして、さらに尽くせまでを言い切れるかどうか。そして、君に進む、さらに、ここで、たっぷり息を吸っちゃいけないんですね。ここで、たっぷり間を空けると、さらに尽くせという気持ちが弱まってしまうんですね。君に進む、さらに尽くせ、ってやるとちょっと勢いが弱くなってしまうので、ここはですね、可能であればやっぱり一気にやってほしいなというとこ、もしくは一瞬だけ息を吸うとかですね。で、この君に進むをたっぷりやりすぎると、やはり次に続かなくなるので、若干短めに、君に進む、さらに尽くせ。で、さらに尽くせのところで、ようやく尽くせ。ここでたっぷり聞かせると、バランスが良くなると。で、一杯の酒を、ここも、できれば勢いはもう、キープしたままたっぷりとやってほしいなというところで、辛いところなんですけれども、もうもっと飲んでくれよと、もっと寂しいんだよと、もっと楽しんで最後のこの時をですね、楽しもうよという、この気持ちの強さをいかにこの天空で出すかという、ところになります。で、ここでも散々もう気持ちが盛り上がったらですね、最初から最後まで盛り上がり続けると、やはり人間疲れてだれてくるので、西の方でここで落ち着いてくるということですね。ここで勢いのまま西の方ってやると、なんか
なんか終わりが、締めが雑になってしまってもったいないので、できればこのキクのところと同じような丁寧さ、ブレーキをかけて西の方というふうに入っていったらいいかなと思います。洋館をいずれば、ここも洋館ですね、洋館ちゃんと頭の中に、この関所の洋館を意識しないとですね、この伊予館とかそういうものが、お菓子の洋館とかですね、そこら辺が多分出てくるかもしれないので、ちゃんとせめて吟じている人はですね、洋館、ちゃんと意識しないと、こういう言葉は意外と相手に伝わりやすいので、洋館をいずればで、いずればいずれば、これもアクセント取りづらいですね。いずればずだけ高いんかな、いずればで、この西の方は洋館をいずればで落ち着いたところで、最後もう一山ですね、やっぱ本当に、もういなくなってしまうんだよ、寂しいんだよというのが最後もう一山来ますね。個人で、なからん、なからんは、まあ、これは人の好みで良いと思います。個人なからん、これでもいいと思いますし、なからん、と許されるならこっちでもですね、寂しいんだよという気持ちで終わるのか、いや寂しいんだっていうので終わるのか、まあこれは好みに、よるのかなと思います。で、2回目はちょっとしっとりした終わり方でやろうかなと思いますけれども、というところで、まあいや本当に言おうと思ったら、の15分20分で終わらせるのはなかなかにハードですけれども、まあ今後もこんな感じで、やっていこうかなと思いますね、ということで今話したのを改めて、ちょっと意識しながら聞いていただければかなと思います。ではもう一度吟じていきます。ちゃんと本数やらないとな。源氏の安政に使いするを送る王位、以上の朝遇、貴人を潤す各社正々流職新たなり、君に進むの方、洋館をいずれば、個人なからん。こんな感じですかね。君に進むさらに尽くせ一杯の、ちょっと二つ言い忘れてたな。一杯の酒、これは一杯、小さいつを短くやるとこれちょっと気持ちがもったいなくなるのでたっぷりやった方がいいですね。一杯の難しいんですけど、であと洋館は個人の最後ので伸ばすところも鼻からブワーッと息を出すようにしないとここで縮こまっちゃうともったいない感じがするんで、個人と鼻からブワーッと前に息を飛ばすような感じで意識すると出しやすいかなというところです。こんな感じでやってみましたけれども、いかがでしたでしょうか。私、そう、他にもですね、こんな感じでリクエストをいただければ、僕も、大体その日車の中で聞き込んで、ポイントを絞ってすぐ話すというこの、超速なめっちゃ早いテンポでやってるんですけど、
まあそこそこ話したんじゃないかなとは思うんですけれども、まあこんな感じで そう、私が今度この大会でこれやる予定なんですけれども、なんか教えてくださいとかですね、であればそうですね、男性であればまあ1本から、女性のであれば6本までならギリ対応できます。6本までです。7本は多分無理ですけど。なので、まあ、女性の場合はその6本でお願いしますとか、言っていただければ、うん、それで僕がやろうと思います。まあ、1オクターブ変えるために、まあ、低めに、1本でお願いしますとかでも別にいいんですけれども、そんな感じでリクエストをいただければ、うん、やろうかなと思っております。まあ特になくてもですね、有名なやつとかはこんな感じでやってみようかなとか、そう、10月なんでですね、まあ新しいチャレンジの一つとして、こんな風にやっていこうかと思っております。コメント、リクエスト、お待ちしております。明日は限定配信に、したいと思いますので、通常配信はまた明後日という感じですかね。では今日はこんな感じです。詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ。